芸人の狩野秀隆41が3日、X、Twitter を更新。パーキングで駐車料金を払ったところ、見た子、伴い効果が出てきたことを明かした。狩野はコインの表と裏の画像を調布し、駐車場でお金を払ったら、見たこともないコインでお釣りが来た。なんだこれ。と驚きの声を上げている。これに、フォロワーからは、天皇即位記念硬貨と言います。普通に500円として使えますが記念に取り、っておくのもいいかと、プラス300から400円の価値があると思いますという指摘がされている。指摘通り、画像からすると2009年に販売された、天皇陛下御在位20年期、年ニッケル黄銅貨と思われ、専門店などでは1000円前後で売られている。こうした記念コインが、お釣りとして出てくるのは、レアケースと言える。